はい、こんにちは。ご当地商品紹介 TV のお時間がやってまいりました。レポーターの一郎です。リポーターの三上です。はい、今日も、今日はですね、第24回の放送になります。今日もご当地の商品紹介していきます。今日の商品はこちらです。お百姓さんが作ったスイートポテトということでね、これまあスイートポテトなんですけど、お百姓さんが作った、どういうことなんだろうっていうことで、こう後ろ見ますと、はい、こう場所がね、一体どこかなっていうところあるんですけども、徳島県鳴門市鳴門町ということで、徳島の商品ですね。うん、なんで徳島のお百姓さんがおそらく作ったスイートポテトでしょう。で、中開けてみますと、どうなってるかと。お、なんか期待が。お、なんかちょっと可愛らしい感じの。ちっちゃい。いやでもいいんじゃないですか。うん。スイートポテト。ちょっと匂いを。あ、お芋感がすごいですね。ちょっと。ほら。もうなんか、ナルト金時が有名なんで、徳島は。だからお芋もやっぱこうやってスイートポテトっていうのはなんか名産になってるんでしょうね。でも今回はお百姓さんが作ってるから、何が違うのかっていうのをちょっと食べてみようかなと思います。うん、あ、甘い。甘くてもう口どけもいいですね、これ。あ、うまいよこれ。うん、あの、いつも食べてるスイートポテトより甘いと思う。うん。あ、いい。あ、これ美味しいっすね。うん。ちょっとお百姓さんが作ったっていうところが、未だに謎ですけど。まあ、ちょっと体に優しいとかそういうのあるんですかね。まあ、ちょっと、美味しい。うん。うん。美味しいです。うん。ちなみにこれね、まあ相変わらずの徳島県まではさすがに行けないんで、また、こととやさんで買いました。もう安定のこととやさん。で、お値段は、これね、160円。まあ1個160円。あ、一郎オーダー。あ、そうですかね、もう。160円。まあ、まあまあ、まあまあの値段かなっていう印象はありますけど、これ。でもね、やっぱ、徳島の、この、鳴門金時、おそらく、まあ、取れるので、そういう感じで、徳島県の名産になってるんじゃないかなと、スイートポテトがね。まあ、とても、お百姓さんが作ったっていうところが、ちょっとわからないまま、食べ終わってしまうっていう展開でした。はい。美味しかったです。ということで、よかったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次回のご当地商品の紹介まで、さよなら。アディオス、はい。